カネックはメキシコ出身の覆面レスラー。タバスコ州フロンテーラ出身。日本では仮面の魔法を盗賊仮面などの異名で呼ばれた。マスクのデザインはマヤ、アステカなどメキシコ古代文明の文様をモチーフとしている。リングネームのカネックはスペインによる支配に反乱を起こしたマヤ系インディオの指導者、ハシントカネックにあやかったものである。 エルカネックと表記、故障される場合があるが、コネックは固有名詞であるため、スペイン語圏であるメキシコのリングネーム表記は、定冠詞の L がつかない。1970年代後半から1980年代に、かけてが全盛期で、当時メキシコマット界の第一人者として活躍、ミルマスカラス最大のライバルとも歌われた。弟は、プリンシペマヤ、実子がカネックジュニア。 ボーディビルで体を鍛えた後、1971年に青い王子を意味するプリンシペアスールの名義でデビュー。その後、1973年3月24日にカネックのリングネームで再デビューするが、試合にはほとんど出場せず、中国系メキシコ人レスラーのハムリーのジムでトレーニングを積んだ。1975年1月29日、D ウアの旗揚げ工業に出場、セミファイナルの6人タグマッチで、ドリー・ディクソンスニーワークラウドと組み、ミルマス・カラス、エル・ソリタリオ、レイ、面倒作みと対戦。以降、ウアを主戦場に、1976年12月17日に、ホセ・トーレスから北部ヘビー級王座を奪取、初退官を果たす。1978年3月、新日本プロレスに初来日。 その後、カール・ゴッチの指導を受け、同年8月27日、バラシオで、ロス・デ・ポルテスにて、ルーテーズを破り、ウは世界ヘビー級王座を獲得。メキシコの団体において、初の自国人ヘビー級王者となる。以降、テム・ヒン・エル・モンゴル、ストロング・コバヤシ、ブファロ、アレン、ビル・ロビンソン、タイガー・ジェット・シン、パット・パターソン、藤波・タツミ、長州力、 スタン・ハンセンなどの強豪を相手に防衛戦を展開、ウアの帝王として活躍した。デビュー以来、主に、ルードのポジションで活動し、マスカラス、ドスカラス、エンリケベーラ、ティニー・ブラスなどのテクニコと構想を展開していたが、上記の挑戦者軍など、アメリカやカナダ、日本から参戦してくる外敵を迎撃する役割も、になった。1979年4月22日には、 上の総本山エルトトレオオににてアントニオイノキの NWF ヘビー級王山に挑戦1981年には、アブドーラザ・ブッチャーとも対戦した。同年は新日本プロレスのブッキングで、アメリカの WWF にも出場、8月24日に、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンにて、カルロス・ホセ・ストラーダから勝利を収めた。1984年は、 アンドレ・エル・ヒガンテコとアンドレ・ザ・ジャイアントと対戦、1月15日のタックマッチと2月12日のシングルマッチの2試合において、アンドレをボディスラブで投げることに成功している。同年9月2日には、エル・トレオにて、ハルク・ホーガンの WWF 世界ヘビー級王座に挑戦、ウアと WF の両世界王者対決が行われた。1988年からは、 ビッグバンベーダーとの抗争を開始。1989年11月22日に、ベーダーに敗れうは世界王座から陥落するが、翌1990年12月9日に脱会。以後、1990年代はグレートコキーナ、ブルーブレーザー、バンピーロ、カサノバ、ヤマト、ブラックマジック、ミゲルペレスジュニアなどの外敵を迎え撃った。 1996年のウは崩壊後はトリプル A に主戦場を移したが、以降もウは世界王座を自身の象徴として、保持2004年6月18日にドクトル・ワグナージュニアに敗れるまで退官を続けた。1978年3月の初来日以降、日本では新日本プロレスの常連外国人選手となって活躍。 藤波達美とは1977年の藤波のメキシコ発遠征以来の因縁があり、日本とメキシコをまたにかけて構想を展開した。1979年4月の再来日では MSG シリーズの第2回大会に出場、予選トーナメントで藤原義明に2勝して決勝リーグに進出した。1981年11月の来日では、 初代タイガーマスクとも対戦。1983年5月には IWGP 決勝リーグ戦に中南米代表として出場している。年末に開催されていたタックリーグ戦には1981年にスペルマキナ、1982年にペロアグアヨ、1985年にドスカラスと組んで出場した。1992年には W ING プロモーションに来日、ミルマスカラスとの日本における初対決が実現し、マスカラスが保持していた、いわ世界ヘビー級王座と、カネックのうわ世界ヘビー級王座との、ダブルタイトルマッチが行われた。1995年には、レッスル夢ファクトリーの旗揚げ工業に参戦している。2001年12月23日、ディープ2001に、 出場予定だったドスカラスジュニアの代打として、久々に来日し、総合格闘技に初挑戦。大投稿と対戦して、1ラウンド4分55秒、パウンドで TKO 勝ちを収めた。2018年10月、ドラディションのドレディションザリベンジツアー2018に参戦。同月19日の後楽園、ホール大会と21日の、 ATC ホール大会での6人タッグマッチにおいて、藤波との約30年ぶりの対戦が実現した。カネックは1978年3月の初、来日時、いわゆる敵前逃亡事件を起こしている。これは、3月30日に予定されていた倉前、へ、国技館での藤波達美との WWF ジュニアヘビー級王座戦への出場を当日になって、急遽、キャンセル。 そのまま独断で帰国してしまったものである。やむなく、タイトルマッチは中止となり、当日、藤並は、イワンコロフとのシングルマッチを行った。前代未聞の敵前逃亡として話題になったが、カニャックは来日中、3月18日の藤原、吉明戦及び翌19日の木戸お戦で勝利した、ものの膝を負傷し、その後の6大会を欠場するほどの怪我を負っていた。 また、この事件の背景には、新日本サイドが、カネックの覆面と藤波の、WWF ジュニア王座をかけて戦う、コントラマッチを直前になって一方的に、通告してきたこと、さらに、同じシリーズに参戦していた一部の、アメリカ人レスラーが、メキシコ人に対する差別意識から、タイトルマッチ直前の28日深夜に、宿泊先のホテルで、 カネックに暴行を加えていたことなどが発覚している。これらの諸事情が判明したことから、翌1979年4月に、カネックは再来日を果たし、藤並の WWF ジュニア王座に2回挑戦。以降も、常連外国人選手として活躍するなど、敵前逃亡の汚名を返上した。メキシカンレスラーでは、大型の部類に入るカネックだが、ルチャドールらしく、 各空中殺法も得意としている。ありがとうございます。